手が痛い。手が痛い、アキさん、我慢我慢。1煎目は1回この梅4月ぐらいに出した時は黄色だったんですよ。でもう1回違う枝で水に枝をつけておいて、煮出したらオレンジ色になったんです。で枝も葉っぱをこう落とすことで綺麗なオレンジ色が出る。でも葉っぱと一緒に煮ちゃうと枝に葉っぱがついてるままだと黄色とオレンジが入っちゃうので混ざって汚い茶色になっちゃう、ね、茶色ってことは多分タニンの色になっちゃうから楽しくないね、すごいでしょ。韓国のサムスンだからシャープやソニーよりも A くらい。あ、画像がいいですね。画像撮ったね。画像、あ、動画ね。いや、声聞こえちゃったけど。そうですね、みんなの様子も違う。みんなの様子も。お願いします。気になるね。工藤さん、それ何やってるの？何分ぐらい？本当は20分なんですけど、そうだな、まあ、25分ぐらいまでやって、で一度アルミつけてもう一回5分だけやって上げましょうか。ハンダさん、どんどんやったらもう痛いよ。ニオさん、それは何をやってるんですか？え？藍の葉っぱを細かくする。手洗ってくださいね、まぶちさん。細かくしてるの？さあ、工藤さんは何やってるのかな？何それ？グワはどこに行く？これ後で大学で取ったビス。また大学？ビス。ロシア。